ブラジルってどんなとこだと思う？シャイがおかしい国だからね。ブラジル行ってシャイっていうのは一種の病気みたいなもんなので、日本人としてはブラジル行くっていうのはシャイを克服する旅になってるかもしれないですね。ブラジルっていうとやっぱカーニバルっていうイメージがすごくあるかもしれない。実際カーニバル体験するんですよ。リオのカーニバルはちょっと珍しいカーニバルで、あれは見るカーニバル、半分裸みたいな人がこう踊っててね、うわすごいなと思うけれど、本当に面白いブラジルのカーニバルはどこの街でもやってるようなストリートカーニバルなのね。日本の盆踊りみたいに音楽をガンガンかけて目立つ格好をして出てくるわけですよ。じゃあ日本人なんだからみんなで浴衣着て出ようよっていう、日本人が大勢こうやって踊ってるとね、ブラジルの人たちがみんな集まってきて、うわどっから来たのって一緒に踊ろうよとかね、知らない人と会話したり、その着物で踊ったりとかできるのかな。いやでもそれをできるようになるために行くのがブラジルだと思ったらいいかもしれないですね。やっぱり日本人として国際社会に出てくために一つ障害になってるのはシャイなんだよね。シャイを克服する旅、僕は国際学部なので、国際学部出た人はやっぱりシャイを克服して出たいですよね。